よしと、はい、ぶっ続け。多分チャッピー出てないよ。チャッピーがいないからあの道が進めるよ。ということで、あ、そう、なんか最初海の方行こっかなとか言ってた気がするけど、こっち、これも最後だねきっと。さっきこっち行こう。もう、うわ、埋まってる。あ、気づいたけど、ここ青で壊さないといけない壁があった。ということで、まずそこを壊します。ただカエルがいるんだよな、ということも踏まえて。あ、70、なんか一気に踏まれそうで怖いんだよな。まあこっちの方にもカエルがいて、それはまた別の日に撮るんで、なんか倒し方とかコメントくれたらやるかもです。いたいた、カエルめ、こいつな。お、もう全員行ってみない？行け、無理無理。お、行った行った、ラッキー。さて次はどうしようか。抜く？抜くか、めんどくせえ。埋まってるね、葉っぱで。そしてまたサライムシがいるよ。ダメだ、なんかキリがない気がしてきた。お、いいよ、順調、早い早い。そう、そしてやっぱりね、チャッピーいない。もうチャンスだよ今日。あれ、何やってんの、何やってんの、何やってんの。まあいいや。おー、なんか早速パーツゲットできそうじゃない？前回できなかった分。わお、ジルコニウムローター、錆びにくいジルコニウムでできた宇宙船向きの機械パーツ。またよくわからないけど。何これ何これ、うわうわうわ、投げ出されちゃった。興味本位にやってたら。よし、こいつらはもう多分敵いないから大丈夫でしょう。あとどうする？カエルでも運んどくか。え？どこ行くの？まさかのそっちから？そっちから行きます？あ、パーツだ。見つけてくれてありがとう。いけんじゃね？19か、多分20だろうな。パイロットの椅子、椅子ぐらい15で行かせてくれよ。これでコックピットがも、コックピットじゃないの、コックピットの元通りだ。だんだんドルフィン号らしくなってきたぞ。25、椅子に25。待って、なんかここら辺で、おお、早い早い。いや、順調かもしんないぞこれ。錆びにくいジルコニウムって何、知らないんだけど。放っておいたのにピカピカだ。うわうわうわ、っとっとっと、そう、きた。ほらほら、倒せ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 。あれ、どこ、まずい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 、そこら辺には敵がいっぱいいるよ。そっち、やっぱそっちから行くんだ。なんかね、基準がわからないけど。あらあら、そういうことか、そっちから行くんだ。ということで、あの作戦を決行するときが100匹で行っちゃおう作戦だね。ダメダメ、なんかネーミングセンスないね。なんかいい名前ないかな。あれ、3匹足りない。埋まってるかな。よし、やっぱ 赤全員でコマチャッピーを倒そう。
これならいける。いやーすごい数だぞこれは。あーでもあの風吹いてくるやつがうざいな。戦ってる時に吹いてきたら困るな。よし、まあ、いや、いける、きっといける、きっといけるさ。いっけー、100匹大作戦。100匹じゃないけど、お、いいよいいよ、この調子で先にこいついっちゃおうぜ。顔面から行くのって危なくね、危なくね、大丈夫。よし、いいよいいよいいよ。あ、もう行っちゃおう行っちゃおう行っちゃおう。あ、もうあそこじゃん、あのカエルが死んでる。あ、割と狭い、狭くはないけど、うわっ、あっぶね。あれ一匹足んなくね、96だったっけ。よし、こいつ倒そう、こいつなら倒せる。よし、いける。いやー、みんなで行けば全然、なんか昔めっちゃ苦戦した覚えあるけど、みんなで行けばいけるねこれ。いいねいいね。ってことであのパーツもやっちゃおう。椅子椅子、はいはいはい、もう雑魚だねお前、ちょっと雑魚だよ。もう自由でいいよね、多分敵いないよね。あ、そいつがいたか。こいつはまあ倒せる。ほら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 、そっち行かれると困るんですけど。よし、来た来た、ちょっと移動早くね、こいつ。ちょっと水に落ちそうで怖いんだけど。よし、来た、よし、オッケー。散らばってる。あー、なんかかなり運び出しちゃいそう、あんなところで。うわうわうわ、はい、ダメ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 、なんかもう自由行動でいいや、多分敵いないし。いやー安心だね。椅子はどこだろう。いや順調だよこれは。2匹あぶね。あーやばい、予想以上にいけるぞこれは。え、あ、君たちはそっちから行くの、どういう基準なのこれは。こっちもできないよね。でもあ、え、大丈夫、サライムシの音だよねきっと。サライムシも倒しときたいな。あ、でも減ってないよねピクミンの数は。あ、もういけるいける、これいいじゃんいいじゃん。よし、じゃあ次のパーツ行こうか。あー、なんかややこしいのがあるんだよねあれ。多分どっちも青じゃないとまずたどり着けない。じゃあ青、これは黄色かな。真ん中行く、真ん中、よし、真ん中だ、真ん中行こう。こいつらが帰ってきてから。なんかすごいことになってるよねもうぐちゃぐちゃだけど割といける。これなんだっけ、アイスだ。今こっピットにつき宇宙へ飛び出す姿が頭に浮かんだ。頑張る気力が湧いてきた。え、待って、今までどうしてたの、立ち乗り
それか地べたか。真ん中、あとは真ん中で赤ピクミンの仕事は終わる気がする。ていうか静かだね、ほんと。おい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 、こんなとこで死ぬのか、こんなとこで死ぬのか。おし、生き延びた。生き延びてない。ごめんなさい、変なとこで殺しちゃった。ここは赤で行けば問題なしかな。ああ、やつか。まあ吸い込んでね、吸い込むときにこれで。え、嘘嘘嘘嘘、なんで抜くの、ここで抜くか。またなんかやらかしたよ、もう最悪。うわ、まあね、もういいよ、もう赤ピクミンいっぱいいるし。てかオリマも、オリマもどうよ、こんな敵の目の前でさ、ピクミンを抜くか。悔しいな。おお、でかいの出た。バウスプリット、宇宙船の頭と見えるパーツ、何それ。あー、脳みそね。なんかもうかなりし、あ、こいつ殺しポーズ、ちょっとさらい虫、これマジでさ、ほんとに。うわうわ、ええー、そっち。ダメでした、ダメでした。ちょっとそっちは水だからダメ、ダメだな、うざいな、サライムシが。え、もしかしてなんだと。うわ、予想外、これが必要だったなんて。急げー。ほっ、うわ、時間かかりそう。ちょっとチラバタピグミに回収しとこう。もうサライムしかまってる暇ないよ。数は多分十分だから、今日中にあのパーツを。あ、終わった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 。はい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 、よっしゃ、行くぞ。今日中にこいつ運べばもう上出来だよね、きっと。あと青ピクミン、こいつらがね、復活しなければきっといける。なんかだいぶ足りないんだけど、ここにも投げた。うわー、え、上にいる、やばい。登れる、登れないぞ。どっから登るんだろう、いける。あ、よかったよかった。よし、もう運んじゃうぜ、こいつらも。何運ぶ？うわ。ちょくちょくね、進行の邪魔をしてくるこのシーン。よし、いわば宇宙船の頭のようなもの、実は私がデザインした。え、すげえ。意外とやるぞ、こいつ。主人公、オリマ。日没しは避けたいところ。だい
いぶ待ってるだろうけど、まあ、今回は余裕持ってこんぐらいでいいんじゃない？多分。おー、運ばれる。でっか。お、77。これでもう全員埋まってるやつもいなくてだな。若干時間あるから道探しでもやろう。いいねいいね、めっちゃ道出る。あ、もうもう危ないよ。よし、77。あとは待ってる。よし、あれ黄色いるし、オッケー。あと回復、復活しなければ、この調子でいけば残りの、あとサライ飯だけがめんどくさいのは、残りは青で多分頑張れば1日でいけるはず。あ、昨日全然ダメだったけど、その代わりに今回すごくない？やっぱ昨日の1日は必要だったんだよ。ちょっと名言にするわ。たとえその日パーツ取らなくても必要だったんだ。お、あと5個のパーツ集めればドルフィン号は完全に元通りになる。残された時間はあとわずかしかない。とにかく全力を尽くして回収しよう。もし全て回収しきれなかったとしても諦めることはない。いらないパーツだってきっとあるはずだ。笑顔で迎えてくれる家族の姿が目に浮かぶ。てかもう飛べんだからさ、帰っておくね。まあ全部やろう。もう順調順調。ちょっとこの調子でやっちゃいます。とりあえずこのパート終わります。ご視聴ありがとうございました。